いやー、さすがに40超えてからの短パンはきついのかな子供っぽくも見えるし、清潔感みたいなものも漂わないから、ちょっと厳しい気もするんだけども、気温がもう35度近くになると、さすがにロング丈のパンツじゃ暑すぎるから、短パンうまく使いたいんだよな。なんか子供っぽくも見えて、なおかつ清潔感が漂いにくい短パンでも、大人っぽく着こなす方法って何かないのかなそのあたり誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画 なんですが大人の短パンスタイルこれだったら OK かもというテーマでですねお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通り結構大人の短パンスタイルはですね悩まれている方が多いんじゃないのかなと思いますこれなぜかというと現在40代の僕自身が悩んでいるからなんですねまあ30代後半の頃は40代になったらさすがに短パンはやめておこうと考えていたんですねちょっと子供っぽく見えるかなとかもうちょっと大人っぽい着こなしの方が40代にはふさわしいかなと思ってみたい もしたんんででですすすすが実際に毎年夏を迎えるとです、ね、暑すぎるとね暑ぎよもうさすがにロング丈のパンツやどうにもならないというシチュエーションがあったりするんですねおしゃれは我慢という言葉はありますが40代以降がおしゃれは我慢って言って無理すぎてしまうと嫌になっちゃいますしそれこそ体調を崩してしまうので、まあ、うまくですね短パンを使って涼しさも優先しながらあとはですね全体のの着こなななしでバランンスを取れれば僕は短パン、OK、なんじゃないのか かなということで40代も引き続きですね短パンを楽しんでるんですねもちろん短パンよりもロング丈のパンツの方が40代以降の大人世代には似合いやすいのは間違いないんですがまあ、どうしても短パンを履きたいというですね僕を含めた大人世代の方にですね今回はしっかりめに短パンのコーディネートをですね皆さんにご紹介をしていきたいなと思っていますで今回もですね毎回恒例となっている通りですねまあ、僕自身を実験台としましてこの後のパートではですね NG パターンをまずはお見せしたいなと思うんで いきなりですね、おいどうしたみたいな聞こなしになるかなと思うんですが、そこはですね、驚かないで楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、その後にどういったところに気をつければいいのか、まあ、様々なアイテムとの組み合わせをですね、皆さんにお見せしながら、大人には短パンコーデをですね、しっかり目に解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは 早速行ってみましょう。 皆さん、こんにちは。地味山春、41歳です。今日は僕のですね、お休みの日のコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思います。まずはですね、短パンですね。松なので、ズボンはなるべくですね、軽快なものがいいなということで、短パン履こうかなと思ったんですけど、ちょっとあまりに短いのだと、子供っぽく見えるとか、恥ずかしいなっていうのがあるので、膝よりもちょっと長めの短パンをですね、履いています。はい。まあ、これぐらいが安心感あっていいかな。 と思うんで、すねでベージュはですね、チノパンでよく履くので、慣れているので、この色を選びました。横にはポケットがついていて、ここにも荷物が入るのですごく便利なんですね。機能的なズボンかなと思います。で、上はですね、チェックの半袖シャツということで、ちょっと夏らしいですね、ポップな感じで着てみましたが、どうでしょうか。まあ、学生時代とあんまり変わってないような着こなしなんですが、こんな感じで着ています。足元はいつも通りのですね、スニーカーですね。これは量販店で買った ったものと靴下どうしようかなと思ったんですけどちょっと素足みたいので履くのも気恥ずかしいので一応靴下も短めのものを履いていますがどうでしょうかはいということで今回はですね地味山俊さんにですねご登場いただきまして着こなしを見せていただいたわけなんですがまあこのような結構男性って少なくないかなと思うんですね1点ずつのアイテムに罪はないんですがまあ、このように全体的にですねカジュアルな方向性のものでまとめるとなかなか難しいんですねまあ、今回の主題は 短パンということなんですが、短パンと言ってもですね、いろんな長さのものがあるんですね。意外とですね、大人っぽく見せたいからということで、膝よりも長い短パンですね。今僕が履いているのもそういった感じなんですが、こういったものを履かれている方もいらっしゃるかなと思います。まあ、6分丈ぐらいって言ったらいいのかな。こういった短パンだと結構ですね、中途半端な感じに見えてしまうので、意外と難しいんですね。まあもちろんですね、あの膝が見えるよりはちょっとこう綺麗な感じもしなくはないんだけども、どうしてもですね、 ですね、この足の見えてる分量的に子供っぽさの方がですね勝ってしまうので、まあ、なかなか難しいんですよねで短パンというものでカジュアルさがあってその上にですねこういったチェック柄のシャツで半袖になってしまうとさらにこれもカジュアルなので、まあ、両方カジュアルっていうのはなかなか難しいのかなと思います特にチェック柄というのは子供っぽく見えがちだしあとはちょっとおじさんもよく着るアイテムだったりするのでおじさん見えしやすいところでもあるので結構危険度が高いかなと思います そして足元ですよね結構こういった短パンスタイルの靴って何を選べばいいのかわからないという方多いかなと思うんですねまあ短パンがカジュアルだからローファーとか履けばいいかなと思いきやそれはそれでちょっと短パンのカジュアルさとローファーの綺麗さの間に結構差があるのでやや難しいのも事実だったりするんですねじゃあどういったものを合わせばいいのかというところもこの後実例をお見せしてみたいなと思うんですねあとは靴下ですねこれも結構悩ましいとこですね普段履いてるような黒とかグレー ととかのの真面目なソックスをそままま履いてしまうあとこの長さですねこの辺りも結構難しかったですのでこの後ですね OK レーンに着替えてみたいと思いますのでその違いをですねぜひ皆さん見ていただければなと思いますそれでは早速いってみましょう よしという形で着替えてみましたが、いかがでしょうかだいぶ雰囲気が変わったのが見ていただけるかなと思っています。まずはですね、どこが変わったのか皆さんにご紹介をしていきたいなと思うんですが、ボトムスですね。先ほどはですね、ベージュの短パンといいますか、6分丈ぐらいのボトムスだったかなと思うんですが、今回はちゃんとですね、短パンを履いてきました。まあ、僕が履いてるのはグラミチのですね、ショートパンツになります。膝丈よりもちょっと短めなんですが、まあこれぐらい 短いの方がやっぱり短パンらしくて僕は使いやすいかなと思います中途半端に短いものだとかえって足が見える分量が短いのでスタイルもよく見えないんですがこういったまあややですね膝の中央よりも短めのパンツだと足の肌の見えてる部分が割と広めなので足長効果みたいなものもあるので僕はこれぐらいでも全く問題はないかなと思いますまあ、どうせ短パン履くのであればこれぐらい軽快にですね涼しく過ごしていただくのがいいかなと思いますその代わり色選びが すごく重要だなと思っててまして先ほどはベージュからブラウンぐらいの色味だったかなと思うんですが大人の短パンコーデの時には思い切ってブラックだとかネイビーだとか濃いものを選んだ方が僕はまとまりがいいなと思うんですね色の中でもやっぱり個性というものがあってベージュとか明るいものはカジュアルな印象なんですがブラックネイビーみたいなものは結構ですね大人っぽくシャープな色合いなのでせめて色だけでもですねシャープにすることでバランスをとってみましたがいかがでしょうか、まあ、大人のの定番のグラミチというの のは短パンのシルエットすごく綺麗ですし1本持っといてまず間違いがないかなと思うのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思います僕が履いてるのは多分去年か一昨年ぐらいのですねビームスとの別注バージョンなんですがまい、あ、ろんなブランドと組みながらグラミチボトムス作ってますのでまあ、概要欄にいくつかリンク貼っておきますのでチェックしていただきたいなと思っていますそしてもう一つですね忘れないうちに皆さんにお伝えしておきたいことがありまして短パン履くなら一番マストバイアイテムというのはこれですよねこれないともう 始まらないですねこれ僕はパナソニックのですね、ものを使ってるんですが、まあ、ボディートリマーってやつですね。これを使って、すね毛をカットするということですね。ここから夏が始まるなと思っています。僕はあの、全身脱毛とかやっていないので、すね毛は結構バンバン生えます。だけどもですね、秋とか冬とか足を露出しない時は、あんまりケアはしてないんですね。まあ、ただ、夏に向かっていくにつれて、短ン履くことも増えていくので、そうなったら、週1ぐらいでこのですね、トリマーで、しっかりとケアをしていた いいいいただくのがいいかなと思いますちなみに僕は、ツルツルすぎるのも嫌なんですね。かといって、まあ、残しすぎてしまうのもすぐ伸びてしまうので、僕はですね、ギリギリ1ミリに満たらないぐらいの長さで整えるようにしています。普段は、すね毛がある状態の自分に見慣れているんですが、実際にですね、整えてみると、やっぱり清潔感があって、ない方がいいなっていうのを改めて実感します。そして、夏場に電車乗ってると、結構短パンの男性いらっしゃるんですが、すねがですね、がっつり見えていて、なおかつ肌が焼け てないとちょっと肌の色とすね。毛のコントラストが強すぎてこれまたですね。ちょっとこう健康的に見えないので、ボディートリマーでまずはすね毛を整える。そこからがスタートかなと思っています。続いて上半身見ていきたいなと思うんですが、今回はですね。思い切って t シャツを着てみました。まあ、短パンを僕は履くシチュエーションっていうのは結構限られていて、おしゃれ短パンって逆に履かないんですよね。おしゃれ短パンっていうのは僕の中での造語なんですが、綺麗なマちぎりとしての短パンってあんまり履かないんですよ。 短パン履く時というのは外で、アクティブに遊ぶ時を想定ししていいいるののででままあ、みたたな動ききやすすものが僕は好きだったりしますで上もですね、このような T シャツですね。そういったものの方が快適に動きやすいんですが、今僕が着てるのはですね、今季は結構動画の中でもお伝えすることが多かった、まあコットン素材のベーシックな T シャツではなくて、河川のですね、シャカシャカした雰囲気のですね、プルオーバータイプのですね、トップスですね。このあたりが1枚あると、すごく短パンのスタイルにはハマりがいいかなと思います。 通常の T シャツよりも素材の質感としてちょっとですね、微光沢があって、ややアウター見えするんですね。なので、少し綺麗な見え方してくれるので、僕はこのアイテムと短パンを合わせるのが、今年はすごくいいんじゃないのかなと思っています。今僕が着てるのは、アーバンリサーチのですね、小松マテーレの素材を使ったプルオーバータイプなんですけども、これすごく個人的にも気に入ってるんですね。裾がこのようにですね、ドローコードで絞れるタイプだと、またシルエットを変えることができるので、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、その下に白 T を着ててちょっととだけ覗かせてあげると個人的には重たくななりすぎないので、バランスがいいいかなと思いますでこのプルオーバー自体の色はダークグレーですね。全身の色をですね、モノトーンで抑えてるんですね。かなりカジュアルなアイテムなんですが、ダークグレー、ホワイト、ブラックということで、ある程度色数を絞っていただければ、まあ、短パンスタイルでも大人っぽく見せることができるんじゃないのかなと思います。そして、結構短パンスタイルにおいて重要なのが、靴だなぁと僕は思っていまして、今回はですね、サンダルを合わせています。こちらは他 ネオのですねホパラ2というモデルですねまあ、以前もちょっとご紹介しましたがこれがですね僕は夏場には一番よく履くサンダルなんですねサンダルというジャンルなんだけども結構スニーカーに限りなく近くてそこまで露出が強くないんですねでホパラ2は横がメッシュになっていて通常のホパラよりもさらにですね大人っぽい雰囲気になっていてすごく気に入ってるんですねでボリューム感が他はあるのでシンプルなこういった短パンスタイルを盛るにはですねちょうどいいんですねで、配色もブラックで ストイックなので結構大人世代にも似合いやすいのでこのサンダルはめちゃくちゃ気に入っていますで靴下はどうするかっていうと僕はですねやっぱりもう外遊びを想定していてこのままですね水辺に入っちゃったりすることもあるので靴下は基本的にはあんまり履かないんですねもし履くとしてもちょっと短めのですねホワイトとかライトグレーぐらいの靴下で合わせるとバランスがいいんじゃないのかなと思っていますそしてもう一つ大事になってくるのが手元ですねこの辺りをいかに盛り付けるのかっていうのはすごく重要でまずは 時計で、すすすね、まあ、実用性を考えるととと時計っててそんんなななにこう見ないいいでででけけども一つのアクセサリー感覚でつけておくといいかなと思いますで右手にはですね、バングルとか、まあ、指輪をつけていますが、このあたりは賛否両論があるアイテムなので、まあ、お好みでつけるかつけないかは検討していただくといいかなと思います。シンプルな1本のバングルぐらいであれば、割とですね、女性からもそれぐらいは OK かなという形で認めていただける場合もあるかなと思うので、まあ、そのあたりに押さえておくのもいいかなと思うんですが、まあ、どうしても着こなしが シンプルなのでこういった小物でうまくミックスしてあげると程よいバランスが取れるかなと思いますということで一つ目は河川 t シャツを使ったコーディネートでした続いてもですねこのブラックのグラミチパンツは固定で違ったコーディネートを皆さんにご紹介してみたいと思います はい、続いて二つ目のですね、短パンコーデなんですが、今度はトップスをですね、ポロシャツに変えてみましたが、いかがでしょうか、まあ、ポロシャツアイテムは T シャツと並んで夏のですね、代表的なですね、トップスになってくるかなと思うんですね。ただ、ポロシャツって何度もお伝えしてる通り、失敗するとすごくおじさんっぽく見えがちなアイテムなので、注意が必要なんですね。まあ、T シャツと比べると襟がついているので、少しですね、綺麗な見え方になるので、そのポロシャツと短パンというカジュアルなものが、ちょっとチグハグに になることもあったりするのでポロシャツの中でどんなものを選べばいいのかというところも意外と難しいなと個人的には実感をしていますまあ、例えばですね代表的なポロシャツでいうとこのようなまあ例えばグレーとかホワイトのようなジャストサイズでなおかつですねこうちょっとした胸元にですねロゴが入ってるようなポロシャツってよく見かけるかなと思いますまあ、このような形で合わせると結構ですねザおじさん感が出てしまうのでなかなか難しいかなと思いますジャストサイズのポロシャツちょっ ちょっとこれは厳しいかもしれないですねそして僕は動画の中でもよく出てくるのがこういったニットポロですねまあこういったものもトレンド感あってすごくかっこいいと思うんですがまあニットポロ自体ですね襟が付いていて上品でなおかつ素材がニットなので結構ですね綺れめするんですねそれに対して短パンだとちょっとカジュアルな感じと違うワになる可能性があるので少しだけ難しさを感じるんですねまあ先ほどのこっちに比べると、まあ、だいぶ合わせはしやすくなるかなと思うんですが個人的にちょっとおすすめしたいのが今着て ているようなですねポロシャツですねこれまたアーバンリサーチのものになっているんですが最近結構アーバンリサーチこういったテック感溢れるような素材を使ったものが非常に強いんですねこのあたりが結構大人のですね休日の着こなしにもハマりやすいのでなかなかこれ使いやすいんじゃないのかなと思いますまずはポロシャツなんですけども素材感が先ほどと同じように下線でできていてちょっとアウターっぽく見えるような素材感というところでハリ感があるのがですね個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います で、サイズ感もですね、ゆるさがあるんですね。袖丈もちょっと長めで、身幅もゆとりがあります。だけども、着丈はそんなに長くないというバランスなので、いわゆるですね、ちょっと今っぽいポロシャツになっていて、なおかつスポーティーさも漂うような素材使いなので、短パンの雰囲気と結構馴染みやすいんですね。なので、色々とですね、僕も試してみた結果、こういったポロシャツが意外と短パンとは相性がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ポロシャツの下にはシンプルに白 T とか、あとはボーダーのカットソーとかでもいいかなと思います。まあ、人によっては は肌を見せて着る方もいらっしゃいますがまあ、最近そういった着こなしもだいぶ増えてきたのでそれでも全く問題はないかなと思いますまあ、それ以外は変えずに短パンはブラックでまとめていますまあ、このポロシャツ自体もやっぱり色はですねある程度落ち着いたものの方が大人世代には似合いやすいんですね僕もちょっとこうカジュアルな着こなしをするからには色数を絞ったりだとかちょっとストイックなモノトーンでまとめることで子供っぽくならないように意識をするようにしてるんですがこちらもダークグレーでまとめてみましたで足元なんですが 先ほどの他おねおねののオオネネサンダルで合わせせるのも全く問題はありません。ただ今回ちょっとバリエーションをお見せしたかったので、まあよくですね、僕も動画の中でご紹介しているグルカサンダルを持ってきました。まあ、ポロシャツが襟ついていて少し綺麗めなので足元ですね、レザーサンダルを持ってきても、まあちぐわぐな印象にはならないんじゃないのかなと思います。グルカサンダルのようなレザーを使ったものがちょっと綺麗めに見えるので、先ほどの他オネオネを履くときにはカジュアルシーンでちょっと綺麗な雰囲気を出したかったらこのようなグルカサンダルもいいかなと思うので、 でまあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。あと小物は基本的には変わらないんですが今回足したのはメガネですね。ちょっとだけ薄めにですねカラーレンズ入ったものを今回はかけてみました。顔周りにもですねこういった小物を入れることでちょっとアクセント的に機能させることもできるかなと思うので僕にとって夏の着こなしにこういったカラーレンズ入ったメガネはもう必須だなと思ってるんですね。ただですねこのカラーレンズのメガネって賛否両論結構あるんですね。特にこの色が強かったりだとか濃度が 濃いいととちょっっ印象も強くなったりするので僕は、なるべくですね、濃度が濃くないものを選ぶようにしてるんですね。僕は、ゾフで毎回ですね、レンズだけ交換することが多いんですが、ブルー系の明るいものから2番目ですね、一番明るいものではなくて2番目に明るいものを選ぶことで、まあ、そこまでですね、ブルー味が強くないものを選んでいるので、まあ、こういったものも一つ参考にしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。ということで、2つ目はですね、ポロシャツコーデでした。ぜひ皆さんもこういった少しですね、下線を使ったようななスポーティーな素材のポロシャツ でで短パンで楽しんでいいいたただきたいなと思っていますはい、続いてラスト3点目の着こなしなんですがこれがですね今日ご紹介する中で鉄板でなおかついろんな世代の方に使いやすいようなコーデレになってくるかなと思います下半身は基本的に2つ目と変わらないですブラックのショートパンツに対して足元はグルカサンダルを合わせているわけなんですが上はですねこちらブルー系のオープンカラーシャツを合わせてみました このアイテムもですね、夏の定番的なアイテムになってくるかなと思います。先ほどのポロシャツと同じようにですね、襟がついてるんですが、あえて第一ボタンはなくてですね、最初からこう、空いてるような仕様になってまして、このあたりの軽快な雰囲気がすごく魅力的なのがオープンカラーシャツかなと思います。長袖ではなくて半袖なので、厚苦しさもないですし、快適というところも含めて、結構使いやすいかなと思います。で、シャツというアイテムは小綺麗に見えるので、今回は色はですね、ちょっと綺麗なものをあえて 選んでみました。今期のプラステのですね。半袖のオープンカラーシャツなんですが、ブルー系を選んでみました。まあ、先ほどまでは結構グレー系のものでシックにまとめましたが、シャツのようなちょっと綺麗めのアイテムに関しては色で遊んであげてもそこまでですね。子供っぽくならないかなと思うので、ブルー系もいいし。あとはですね。ダークグリーンですね。グリーンレーベルの結構ダークグリーンのオープンカラーシャツとかもめちゃくちゃ大人に合いやすくて、短パンにもはまりやすいので、そういったものも試していただきたいなと思っています。これだったらちょっとリゾート感溢れる。 感じで着ることもできるかなと思いますし夏らしさというところも色で表現することができるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんにも試していただきたいような着こなしになっているかなと思いますで、足元は今グルカサンダルを合わせてますがちょっとグルカサンダルのデザインが苦手だなという方はローファーとかを合わせていただいても全く問題はありませんせっかくなんで履いてみますね実際に履いてみるとこんな感じですまあ、ソックスはどうするのかというとやっぱりですねこういったローファーのスタイルに対してソックスを合わせるのが意外と難易度が高いので もし、ローファーを合わせる場合は、なるべくですね、履いてるように見えないような、かなり浅めの靴下を履いてもらうのがいいかなと思います。足元がローファーになることで、ちょっと小綺麗さがより漂うかなと思うんですね。まあ、短パン自体はちょっとカジュアルなアイテムではあるんですが、このですね、オープンカラーシャツで、やや綺麗め感を出しているので、このあたりの雰囲気とローファーというのは、そこまで相性悪くないので、一つまとまってくるかなと思います。個人的には、レザーサンダルぐらいで履くのが気持ちがいいかなと思いますし、ちょっと季節感が漂いつ,つも、 レーさがあるのでいいんじゃないのかなと思うんですが一応バリエーションの一つとしてローファーで合わせるという手もあるのでぜひ、まあ、皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思います一番最初の半袖の t シャツのコーディネートに関してはまあ、30代ですとか40代前半でアクティブな方に似合いやすいかなと思いますで、2つ目は割とですね似合う人の範囲が広くてもちろん30代の方40代の方とか40代後半の方でも場合によってはですね似合うかなと思うんですが、まあ、今回の3つ目に関しては割と様々な世代の方に似合いやすくてもう もうちょっと上の世代の方であっても、割と似合いやすかったりするので、ま、ぜひですね、綺麗めなところを押さえつつも短パンを楽しみたい方は、オープンカラーシャツですね。ちょっと綺麗色のものと合わせていただくと、意外とまとまりやすいかなと思うので、ぜひトライしてみていただければなと思っています。 続いて、ちょっとだけ番外編をお伝えしたいなと思っています。普段の僕の短パンコーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ先ほどから履いているものは全く変わりませんが、上半身はですね、半袖の T シャツではなくて、実はこう、ロン T を合わせることが結構僕の中では少なくないんですね。まあ、半袖の T シャツに比べると、ロン T というのは、ちゃんとですね、長さがあって腕回りを隠すことができるので、一定の大人っぽさを保つことができるんですね。それでいて、暑かったらちょっとこう、隠し上げることができるので、まあこのあたりでバ バランスを取るようにしてるんですね色は相変わらずダークグレーが好きなのでこういったものを合わせています個人的にですねこのフレッシュサービスのロンティーが好きなのでよく着ているんですが少し緩めのサイズ感のものを着るようにしていますでパンツはこのようなグラミチを履いてで足元ですねこのあたりも結構重要だなと思ってまして今回はホカオネのマファテスピード2というモデルをですね合わせてみましたまあ、普段はですねサロモンの xt 6とかを履くことが多いんですが、まあ、このようなちょっとこうボリューム感のあるスニーカーというものをですね僕は9 に履くことが多くて特に短パンスタイルの場合は一番最初のコーデもそうでしたが割とですね足元持った方がバランス取りやすかったですのでこのようなボリューミーなスニーカーを合わせていますそしてこのようなスニーカーに対して靴下ですね先ほどまでは靴下全く履かないスタイルだったんですがまあ、今回はあえて靴下を入れています色はですねライトグレーのものを履いているんですが僕が愛用しているのはビブソックスというブランドのものなんですねまあ、これがすごく使いやすくてですね履き心地がちょっとふわふわして すごく快適なのとあとはリブの入り方もバランスもいいですし長さもちょうどいいんですよねクルブシよりもちょっと長いんだけども長すぎるのもやぼったく見えるのでもう本当にベストな長さがビブソックスだなと思っていますホワイト系のソックスも好きなんですが、まあ、ライトグレーとかを合わせてもらうと靴とのコントラストを含めて結構相性が良くスッと馴染むので、まあ、グレー系を選ぶようにしています、まあ、このような形でモノトーンのスタイリングではあるんですがロンティを合わせるというのも一つのです、ね、方法としてはあるかな なと思うので服が好きな方であればこのような着こなしもよかったら参考にしていただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん今回の動画では大人の短パンコーデについて徹底的に解説をしてみました様々な注意をすべき項目があったかなと思うんですねまずはどのような短パンを選べばいいのかここが重要でブラックですとかネイビーのような濃い色で大人っぽい要素を残すことが大事かなと思います、まあ、トップスに関してはですね、まあ、スポーティーなものの中でも色数を絞ったりだとかちょっと大人見えする素材感のものを使うことで、まあ、だいぶですね全身のバランスが取りやすいかなと思いますまた短パン スタイルというのはどうしてもですね肌の露出が多かったりとかシンプルになりすぎてしまうので、まあ、小物使いも大事だったりするのでこのあたりを補強しながらですねぜひ皆さんもですね夏の短パンスタイルを楽しんでいただきたいなと思っていますまあ、どんなアイテムであっても使い方次第だと思ってるんですねアイテム自体に優劣はなくてそれをどう使っていくのかということなので、まあ、今回の短パンというのもアイテムそのものはすごくカジュアルで子供っぽく見えるんですがそれ以外のものでバランス取れれば大人世代でも履ける方はちゃんと ただ、誰にでも似合うというわけではなくて、すごく真面目な雰囲気の方とか、硬い雰囲気の方が短パンを履いてしまうと、ちょっと合いづらいというのがあるので、実際に履いてみて違和感をすごく覚えたりだとか、第三者からちょっと厳しいかもって言われたら、それは諦めた方がいいかなと思います。ただ、どんなアイテムであっても、最初は目が慣れないものであったりだとか、周りの方も見慣れてないということもあったりするので、履いてるうちに徐々にですね、周りの目も慣れたりだとか、あとは自分に馴染むということもあったりするので、 なななののののででででまままずずは自宅だだとととかかかワンンマイル圏内で短パンを試しししがらら少しずつすすね馴染ませててていいいいいくも思思うっったた今回の動画参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますただ普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けのブランドに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの 動画とですねそれに加えて週末にライブ配信を1本行っています皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらは動画じゃなくて写真と文章でおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをですね皆さんにどん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 ご紹介をしています僕もほぼ毎日 記事を書いていますし僕以外のですねスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらもですね概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに